5回までは1点で抑えておりました、東大の伊沢投手です。立教は池田投手、東大は伊沢投手、両エースの登板となりました。立教の池田投手になります。立教のベンチ入りメンバーになります。
4回まで東大は6対1とリードをしておりましたが、試合結果は15対6にて立教が見事勝利を収めました。